金竹観音寺金宮の鎮座する小乳堂入り口は画像の右手方向にある。小乳堂入り口境内東側にある。金宮は沖縄県国頭郡金町にある神社。琉球八社の一つで、明治の近代社格制度では無格者。その創始はつまびらかでないが、沖縄の神社によれば社殿は創建以来設けられていなかった。 琉球国由来期間11密文書辞演技の、金宝山観音寺の段にある、金宝山札楽院観音寺演技には、観音寺の回帰について記してあるが、それによれば札楽山を求めて捕来した秘修商人が、小西洋の御世の課税年間に、琉球王国内を安裸し、この地にあった洞窟を霊石として、宮を建て、 自身が掘った三尊を権限正体として崇め立て祀ったとしている。琉球宗教史の研究では、小乳道が当社のご本体となっているところから推測すれば、観音寺を混流した秘宗商人が当社を創立したと見るべきであろうと述べているが、そうであるなら、琉球国由来記の記述から当社創建の時期は、 小聖王が在位した1527年から1555年の間ということになる。当社は、感謝のせいにより、琉球パッシャの一つとされた。琉球宗教史の研究によれば、琉球パッシャへは、新職の役法並びに永全費が、王府から支給されていたが、当社は新職を置かず、観音寺の住職が敬遠していたため王府からの、経済的援助は受けていなかった。 明治に入り、琉球処分によって、琉球王国が廃され、沖縄県が置かれると、明治政府は、琉球在来の宗教を弾圧しあるいは変革する、ことによって、日本の国家理念のもとに作られた日本宗教に移行せしめ、その宗教を通して、琉球人を日本国家及び日本精神のもとに統合するという政策方針を取った。 このため、沖縄県業政府では、社殿を持たない特殊な形態の当社も損者に列することを立案したが、従来よりうじ組織を持たないため経済的に損者列格ができず、また社殿その他の設備においても不備な点が多々あって、損者列格が事実上不可能であることから、とりあえず無格者として、独立の神社と認められることになった。なお、以後については、 おいおい維持拡張整備して損者に引き直す根気を充実するよう努めることとされた。昭和14年沖縄県振興事業の一部として、琉球シ社の復興計画が取り上げられた。この時の記録によれば、当社は縦1尺5寸、横2尺、胸高2尺5寸の素焼きの統制であったが、現在は、テンプレート画像の祠となっている。ありがとうございます。